カルビ、スタミナ、おばさん、アムアムワールド、アムアム、こんにちは、じゃあヘアカットしたばっかりということで、そんなヘアカットしたスタミナさんが本日、はい、持ち込みバトル借金ダウト選手権。ワクワクするよ。はい、借金ダウト、はい、100円ショップあるじゃないですか、うん、でセリア、はい、セリア、それ一番目で、今僕らの近くにあるのが、はい、ダイソーとキャンドゥ、はい、あります。カルビとおばさんそれぞれダイソーキャンドゥ行ってもらって、4品買ってきていただきます。それ何でもいいの？何でもいいです。4品買ってきていただいて、もう1品買うんですけど、これは別のところで100均じゃないもの、例えばビッグカメラとかドンキホーテとかコンビニとか何でもいいです。1個松屋とかでもいい。松屋はバレるダウトダウトって言ってるから。なるほど、なるほど。100均の商品かのように潜り込ませる。潜り込ませて、でお互い発表してって、これ100均これ100均じゃないとかを言い合う選手権でございます。なるほど、はい、どっちもバレなかった場合はどうします？値段が高いもの買ってきた方を勝ちにします。なるほど、なるほど。そこの攻めがあるのか。攻めれたっていう。で4000円ぐらいの買ってきて、これをこれ100均ですって言ってそれが通った方が強い。強い、強い。なるほどね。で今回はもう僕は司会進行兼審判でいきますので、2人で対決してもらって、負けたら100均でじゃあアルバイトしてもらおうかな。そうだね。迷惑かかるって。迷惑かかるし。迷惑かかるじゃない。面接も通らないよ、私は。いやもう、年齢が年齢だしね。だっているこんな、なんかいないよ、いらっしゃいませ。いない。じゃあもう普通、シンプルにギャグ。ええー、買ってきたもの、何でも使って。モノボケ。あ、モノボケ、はい、とりあえずやってみましょう。はい、これでもダイソーとキャンドゥ、はい、じゃんけん、結構、どっちがいいとかあるんですか？じゃせーので言って、バラバラだったらこっちで。せーの、ダイソー。おお、分かれた、分かれた。なんで力が、あんまいかない。なるほど、うん、そうか、ダイソーです。あんま商品知られてない方が有利なの。なるほどね。逆におばさんは近いから。1個言うと、もう私ん家から歩いて1分のところにキャンドゥがある。これだろこれからじゃだいぶやばいやばいっすよ。値段高い方が勝ちっていうのは、うん、後からのルールであるじゃん、うん、どっちも見抜けなかった場合、うん、値段その100均じゃない場所で買うもっと安いやつでもいいわけで、それが潜り込ますことできたらもちろんいいですよ。だ50円とかってこと、うん、とかっていうのでもありと、ね、ありあり。なるほど下で勝ちに行く方法もあるそ完璧に潜り込まして当てればそうそうです。よしよしよし、なるほどね。100均じゃないものをとにかく混ぜ込ませる、はい、なるほど。私物はなしね。私物はなし、ちゃんと買ってきたもん、ね、どっかに買ってきてください。ちゃんとね。それではお二人買ってきてください。はい、アムアムワールド買ってきていただいたということで、はい、じゃあ一個ずつとりあえず出してってもらっていいですか？一個ずつテーブルに、はい、はい、くねくねミラー。え、あー、くねくねミラー、自転車に多分つけてこう後ろとか自転車とかバイクにつける、ね、はい、なるほど。まあ、100均結構自転車用品とかあるよ、ね、コーナーがあるからね。グラスグラス、はい、うわー、これ絶妙なグラスだな。装飾品です。はい。キラキラ。キラキラ、ね。ああ。キラキラ。うわ。嫌ってんだよな、でも。よくあるよね、これも。でも。あるけど嫌ってんだよ、ちょっとそれ。百均より。うん。嫌ってる感じが。嫌ってる感じする。な、何これ。パリネズミ。パリネズミ。キーホルダー。かわいいな。わかんない。わかんねえわ。わかんない、これマジで。鉄です。は？エネルギーのね。
サプリメント鉄のサプリメント、はい、鉄分7日分です。うわ手袋、あ、二重になってんだこれ。いいの。むずむずなかなかこう。これはむずいな。アルカリ電池です。うわ。単四電池。これうわ。これ高騰よ。カルビーは結構100均っぽさはあんのよ。全体的に100均っぽさで攻めてんだよね。全部100均っぽいよね。おばさん逆に全部高騰なところで言ってるから、100均じゃなさそうにも見える、ね、見える。いやーこれは分かんないな。めちゃめちゃ機能性がいい可能性もあるし。消臭ビスです。100均っぽいな。消臭ビス100均感あるよね。なんか紙袋みたいな。これ選んだ。うわむずっ。ちょっとね、真逆の戦いになったよ。こっちはもう全部100均臭。100均臭薄。こっちはちょっと100均臭薄い。触っちゃダメなんだっけ。触っちゃダメにしようか。うわいやだから絶妙に分かんねえんだよ。触るか分かるのもあるじゃん。まず先行後攻決めてください。最初はグーじゃんけんぽい。先行で先行でカルビ先行なので、はい、おばさんのこの5品の中から100均のものを指さしてください。むっちぇ。まあ1個目、ごめん。中敷きは100均でんでん100均。おお。よく見破ったね。中敷き買うのよ。なるほど。で、あ、見たことある。私も買う。靴も中敷き入れてるし。おばさんのターン。いや、まず1個私わかる。くねくね見ろ。100均。おお。いや見たことあんなとは思ってんのよ。あるよねこれ。見たことあんだじゃん。これだから見たことあったわ。ホームセンターパターンもありますからね。そうそう、それを一応狙って。その恐怖はでもあったよ。そう、2人とも行ったんだよ。むず。保冷バッグ100均。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー100均。おお。正直なんか持った感じで100均っぽかった。変わった、うん、なるほどね。あとなんかこういうさ、意味わかんない横文字結構並べたがるじゃん、100均って。ちょっと見るのあり。見るのあるよ。消臭ビーズ100均。こんなコンビニとかでも買えるからね。関薬局っていうのが近くにあって、そういうとこでもこういう謎のやつ買えるから。関薬局あったっけ。100均。おお。何そのあれ。何そのあれ。すごい、タンタン目までいった。やば。いやこれ、あ、お腹痛い。お腹痛い。こっからむずいな。わけわかんねえメーカーなんだよ。コップ。お、コップいくの。コップいく。100均。おお。あぶねえ。わかったね。このコップはダイソーでも結構レベル高いコップなの。薄グラスっていうグラスなの。これ結構ネットで一瞬話題になったの、ダイソーが薄いグラス出したって。これはでも激ムズ。まあ、とりあえず電池。100均。おお。ちょっと嬉しいよ。え、すごい、2人とも。うわ、100均じゃないの。そうなのよ。それが怖いのよ。
それが怖い。いやーこれもう分かんないわ。これは分かんない。これはもう分かんない。全然分かんないわ。百均なんだ。なんでこれが売ってんのか分かんない。百均だとしたら。最後はどっちも一個ずつ刺します。ああそうしようか。百均のものを指さす。はい。売ってんだよな鉄とかサプリメントは。百均には。見たことあるってあるよね。ただ明治薬品っていう名前ついてたっけなと思って。おお、なるほど。しっかりした。そうなの。会社なのね。やっぱ明治ってつくと。これが割と量あんのよ。こんなに百均で量あるかなっていうくらい量あんの。量はあるね。FE。お前さんじゃん。これ鉄が百均。鉄が百均。百均。お前だよ。ああダイソーのマスコットお前だろ。お前はダイソーのマスコットだよな。いや百均百均で。はい。で二人同時に百均じゃない方を取ってもらおうか。なるほど。百均じゃない方の方。はい。三。2 1 0。ドロー。え？ドロー。ドローだ。百均。こいつは百均のマスコットキャラクター。童貞の場合は百均じゃないものの値段。手袋の値段。はい。税込み3,850円。やばっ。めちゃくちゃ高いじゃん。大変。カルビは税込み1,210円。高い。そうでも確かに高そうだもんな。俺4500円のニットに手かけてる。うわなるほどね。ニット帽ニット帽ニット帽100均であるイメージあんなと思って。うわだ同じような感覚だったよ。路線だいぶ同じだった。だからこれ100均じゃないかなと思ったんだけど、まさかの3000円いけるの買ってると思わねえわ。バンズのすぐ横にあるアウトドアショップみたいな、ファンクションジャンクションっていう。いやでもね、素材はいい。いやそうなんだ、触られたら危ねえと思ったの。あー、うん、めっちゃいい。あ確かに。いやマジか。いやかけえ。こいつ百均なんだ。こいつ百均です。かわいいでしょ。俺こいつが700円ぐらいかなって思ってた。いやありえるか。500円のこいつって設置すればあった俺は。今回の勝負はおばさんの勝利。よっ、めちゃめちゃいい勝負だった。すごいわ、二人とも観察眼というか。じゃあまあギャグということで、はい、百均モノボケお願いします。なんかずっとハリネズミが追ってくる。チャリなのに追いつかれる。ありがとうございます。素晴らしいギャグでした。シシすんな。あんたよこれ。素晴らしい。年の瀬の MC みたいな、はい、素晴らしいギャグでした。腐すことはなくなった。楽しかったですね、はい、反響が良ければまた。そうですね、うん、逆にゲストがいるパターンだったらこっちでも買ってきて。あ、なるほど。当てるだけ、ゲスト当てるだけみたいな感じでもね、いいかもしれない。格付けみたいな感じだね。そう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 、ほんとそうだね。うん、昔ハムコビでやってたのこれ。そういえばあれパクったあったんだ、クロさん。パクった最近ヒルナンデスでもやってました。え、流し見で吸収した。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。
バイバーイ。彼氏が買い取ってくれました。一軍です。3800円。100均で売ってるよ。やめてくださいよ。約束したんすから。でも絶対寒くないよね。はい。彼氏が買い取って使ってくれるということで。ここから5年間。よかった。好きな手袋です。ありがとうございます。